チームクソゲー発掘隊。早期アクセス分隊。中国富裕層。こちらは富裕連士と呼ばれ、2億円を超える資産を持つ人が、富裕層としてみなされているそうだ。近年爆買いなどで、しばしばニュースになることも多いが、実際に中国富裕層と接触する機会もなく、その実態がよくわからない人も多いだろう。今回は中国の金持ちをテーマにしたゲームを遊んでいこう。今回ご紹介するのはこちら。フーラータンウォーズ OC 制作の、チュンゴーシーフーハオ。お値段205円で評価は不評が3件だけ。すべてのレビューが中国からのようだが、ゲーム目的も意味もわからないと、大変な不評をいただいているぜ。果たして我々に理解できるかどうか不安だけど、早速ゲームを始めていこう。さてゲームを始めると、当然何の説明もなくマップに放り出されるんだが、このゲームの目的を理解することは、結局最後までなかったぜ。中国の富豪をテーマにした作品らしいことは、タイトルとストアページからもわかるんだけど、一体何をすればよいのか、何がゴールなのか、ゲームシステムから推測することすら不可能だったよ。本作は中国版 GTA と言うべき、オープンワールドになっており、自由にマップを探索することができる。すまん、これを GTA というのは、GTA に対するヘイトスピーチだったね。まあ全くもってできることはないんだが、そこらに落ちているお金を拾うと、このようなメッセージがランダムで表示されるぜ。今のは体調が悪いから病院に行って、200元払ったというもの。札束を拾ったはずなのに、お金が200元減ってしまったんだが、この札束に触れるとランダムでイベントが発生する。ここでは酒とタバコをやめれば、600元の節約になると書かれている。だから一体何なんだって感じだが、これがマップを歩く唯一の目的となっている。一応車には乗れるんだけど、全く車を使う必要のないくらい、マップは狭く中身がない。道はすぐに行き止まりになっており、拾ったお金を使うようなお店もない。建物はすべてハリボテであり、通行人はただのカカシでしかない。車の操作性は当然ひどく、どこかに移動する理由も意味もないため、車に乗る意味を見出せない。このゲームのマップがいかにいい加減か、それは巨大な車が空に浮かんでいることからもわかるだろう。車から降りて空を眺めてみると、目を疑うような光景が広がっているんだが、さらに驚くべきは止めたはずの車が、目を離したほんの一瞬の間に消えてしまったことだな。この一瞬の間に盗まれたのか、はたまた虚空に消えてしまったのか。結局再起動するまで車が戻ることはなかったんだが、果たしてこのゲームの目的は一体何なのか。その一応の答えらしきものが、このタブで開けるマーケット。5種類の投資対象が常に価格変動しており、それをクリックすることで購入できる。逆に右側の資産を売却することもでき、これで資産を増やしていくというのが、このゲームの目的のようにも、一瞬だけ思われる。一瞬だけというのは、お金を稼ごうとするも、10分も経たないうちに、よくわからない文章が表示され、ゲームは終了となってしまうから。この文章はよくわからないポエムのようになっており、機械翻訳にかけてみると、ここにはあるものがある、象が部屋の中で苦走するように。ご覧の通りルネサンス、五種運動、ヒッピー、ジャズヒップホップ、あたり二次使用。などという意味不明な文章になる。創作についてご考説を述べているようなんだが、最後は何言っているんだろう。あはは、酔っ払ったかなという、自虐的なセリフで締められている。まあつまり読んでも意味がない文章なんだけど、ここで言いたいのは、何の前触れもなくいきなりゲーム終了になるってこと。Eを押すことでニュースが読めるそうなんだが、この時右下のボタンを押すと時間を進めることができる。
左下の時計は進んでいないけど、右上の資産は増えていっているね。しかしこれを続けていると、同じようにゲーム終了となってしまうぜ。おそらくは資産運用のため、時間スキップできるようにしたんだけど、時間経過でゲームが終了するので、何もしないままにゲームが終了するんだろうね。はっきり言って我々が何を言っているのかも、何をしているのかも、視聴者には伝わらないと思う。だって我々が何しているのかわかっていないからね。一応全力でここまでの内容をまとめてみると、このゲームは資産運用が目的である。時間制限がありその中でお金を稼ぐけど、稼いだところで何も起こらない。ということだね。そしてこのゲームがさらにひどいのは、ゲームオーバーになったとしても、状況が正しくリセットされない点。ゲームオーバーになり再挑戦したとしても、どういうわけかそのまま続きからとなる。そのため今のがゲームオーバーなのか、それすらもプレイヤーには理解しがたい。実はこのタイトルメニュー、ただの一時停止メニューでしかない。普通ゲームオーバーになったら、タイトルに戻るものなんだが、このゲームではスタート時から、一時停止されているだけになっている。戻るべきタイトルというものがないため、再起動するまで車は再スポーンしないし、状況も正しくリセットされない。はっきり言って始まりも終わりも、テーマも目的もない、永遠に続く悪夢がこの作品だぜ。このゲーム自体がバグのようなんだけど、歩いていると頻繁にバグに遭遇する。一切ボタンを押していないのに、マーケットやニュースが勝手に開くぜ。おまけにカーソルが消えることもしばしばで、これを閉じるのに苦労するんだけど。この時銃声のような音が鳴り響いているのに気がつく。試しに人に向かってクリックしてみると、通行人は次々と倒れていったぜ。これどうも股間あたりから弾が出ているようで、後ろを向いて発射すると、うんこを飛ばしているように見えるんだよね。このゲームにはふさわしい武装かもな。それでは最後にノルマ達成をしておこう。ほんのわずかな都市部分と比べ、外側には広大で何もない空間が広がっている。一切の囲いもないため、歩いていると自然に外に出てしまうんだけど、5分ほどで海にたどり着くことができる。当然水中なんてものは存在しないが、そのまま進み続けるとマップの端が見えてくるぜ。ということでノルマを達成して、ひとまず紹介は完了。あまりにも意味がわからなすぎて、このシリーズでも屈指の動画にしづらさだったんだが、果たしてこのゲームはアップデされる日が来るのだろうか。その辺も含めて今後も監視していくよ。それでは今回はここまで。またね。